マツダ社のロゴは創業時から現在までいくつかの変遷を遂げてきました。1934年三輪トラックに付けられていたこのロゴが最初のマツダのロゴです。1951年から社長が松田十次郎氏の息子に引き継がれ、三代目社長となった時のロゴがカタカナ表記。1959年からは松田にとって最初のパッセンジャーカーである松田 R360 が付けたモチーフを M と例えたロゴが使用されています。1975年から1997年にかけ、現在のロゴマークとは微妙に違うデザインの英語表記のマツダのロゴに変更されました。今やおなじみとなったこのロゴマークは1997年から導入されました。 V シェイプは成長と改良を表しています。2015年10月からは現在使用されているマツダのロゴマークが誕生しました。